佐藤です。福田です。佐藤福チャンネルです。じゃあ今日はどこですか？ここは那須高原です。はい、那須高原に、来てますけども、本当にね、ありがたいことにまだまだYouTube をねやり始めて、まだ初心者の僕たちなんですけども、あの森の風那須さんが今回はもう僕たちのその活動を、はい、まあ、ご指示いただいて、取材っていう形で、はいはい、ホテルをですね案内してくれるということで、承諾をいただきまして、はい、本当にありがたいですよね。ありがとうございます、はい、ということで、まあ、那須といえば栃木のね、リゾート地なんですけども、そこの有名な森の風さん、ちょっと館内の方をご案内して、いただくことになっておりますので、大変僕もすごく楽しみなんですけど、じゃあ早速中の方に行ってみたいと思います。はい、まずこちらで手の消毒と検温です。6度4分ホテルの方でレンタサイクル、自転車を貸していただけます。これで那須の街をサイクリング。ではこれから館内の方ご案内いただきます、スタッフの荻原さんご紹介します。お願いします。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこれから、特別に朝食をご用意くださったということなので、朝食会場の方ご案内いただきたいと思います。じゃあお願いします。かしこまりました。ではご案内いたしますね。こちらお鍋に火を入れさせていただきます、はい、ではドリンクでございます。モーニングドリンクを3種類ご用意をしております。右側から人参のジュース、真ん中がほうれん草のジュース、一番左側が、下のですねフルーツパークでいうところで取れましたいちごを使いましたいちごのスムージーとなっております。はい、どうぞ召し上がりくださいませ。とこちら、こちらがお豆腐になります。ただいま火をつけいたしましたので7、8分ほどで出来上がります。一度混ぜていただきますとおぼろ豆腐になりまして、そのままお待ちいただくと寄せ豆腐になりますので、こちらのお醤油かこちらの薬味をつけてお召し上がりくださいませ。美味しい。はい、あとはですね黒い豆でございますが、こちら黒仙石豆という豆を使いました納豆でございますので、お醤油をかけてお召し上がりくださいませ。サラダはドレッシングご用意をしております。ではサラダのドレッシングでございますが、こちらホテル特製のみかんドレッシングとなりますので、かけてお召し上がりくださいませ。あとはですねこちらにジャムをご用意しております。いちごジャムとブルーベリージャムとなりまして、いちごジャムは下のフルーツパークで採れたいちごを使いましたいちごジャムとなっておりますので、どうぞご賞味くださいませ。ホテル森の風那須さんの朝食は和食と洋食がありまして、今回一つずつ和食と洋食ですね、ご用意をしていただきました。はい、こちらがイタリアンレストランです。中入ります。
ちらエレベーター前にサムイのご用意があります。はい、こちらがスタンダードルームになります。平米数が28平米ございまして、定員2名の、お部屋となっております。各客室に、ご用意しておりますが、こちらがコーヒーマシンのご用意となっております。今現在ですと、スターバックスの銘柄の、タブレットをご用意しておりますので、ご利用いただけます。冷蔵庫チェックを行きたいと思います。どうでしょうか。ではオープン。あ、空っぽですけど、お水が人数分用意してくれてるということですね。お水でいただけるということで、はい、あとはあの冷蔵庫が空っぽなので、好きなものをあの買ってきて冷蔵庫で冷やしてくださいというような感じの冷蔵庫に、はい、はい、なってます。大浴場に行く時の湯かごですね、はい、セットになってる。これでお風呂に行っていただける。あら、おしゃれですね。おしゃれ、すごくね、素敵。お子様用のようですね。あ、かわいい。ボディスポンジ、動物柄ですね。動物柄、ね、あ、でお子様用の歯ブラシ、そしてあ、ちょこっとおもちゃ。あら、こんなセットも用意してくださってます。館内はこの可愛い草履でご移動いただけます。こちらのお部屋がスーペリア A タイプとなっております。平米数は37平米になります。定員が3名のお部屋になります。今現在ベッド2台でございますが、3名様、ご利用の際はこちらのスペースにお布団をご用意して、ご提供しているお部屋タイプになります。こちらがスーペリア B タイプのお部屋となっております。定員は4名でご利用いただくお部屋となっております。こちらがですね、40平米のお部屋となっております。こちらがデラックスルームとなっておりまして、定員4名様で販売しているお部屋でございます。平米数は49平米となっておりまして、各フロア1室だけのご用意となっております。はい、こちらデラックスルーム唯一ですね、お部屋の中に浴槽付きのお風呂がご用意しております。最上階の7階にある大浴場です。見て、広いです、広いです。大きな浴槽と、こちらシャワーブースは仕切られてます。お隣の方も安心。あとこちらのシャンプーバーも見てください。お試しいただけるので楽しいですね、こういうの。
じゃあ露天風呂の方へ。じゃじゃーん、見てください、すごく景色がいいですよ。こちらがパウダールームです。はい、じゃあ大浴場前の湯上がりどころ、お休みどころです。お飲み物売ってますけど、なんとなんとなんと湯上がりアイスキャンディー、ご自由にどうぞ。見つけちゃいました、じゃじゃん。湯上がりに1本召し上がって、そしてそしてナス連山が見えます。綺麗な景色です。じゃあ福田さん、今回もちょっと売店の売れ筋ランキングトップ5を本気で当てに行きたいなと思ってるんですけど、やりましょうか。やりましょう。じゃあちょっと商品一回り見てみましょうよ、うん、はい、さっきね、あのおしゃれだって言ってた、そう、お部屋にあったセッタ、セッタ、そしてあの湯かご、これ普通に持ってもおしゃれね。今ね、あの買い物とかも自分のマイバッグ持ってたりするじゃないですか。だからね、これ結構買い物とかにもね使えたりとかするんじゃないかなと思ってるんですよ。かわいいねこれ、はい、やっぱり部屋に今回置いてあった、うんうん、ナスベイク、これはい、ウェアハウスですね。部屋に置いてあるものはやっぱり売れ筋もね、うん、あの上位の方にあるんじゃないかなと思うので、この辺かな、お味見してもらってるわけだし、ね、思うんですけど、ご用欄とか使ってるのは、はいはいはい、ちょっと気になるね、こういうね。そうですね、あと乳製品とかね、はい、あと僕ね気になるのがね、ナス高原、はい、ソーセージ類ね、うん、ここ林道湖も近いじゃないですか、はいはい、だからやっぱりこういうのがね、やっぱナスは、うん、はい、やっぱり特徴なのかなと思うんですよ。確かに、いろんなシリーズがある。お酒、栃木のお酒、こういうのも気になる。はい、こうね、御用邸の森、ナスといえばね、こういうのもね、あの絶対人気あると思うんですこれ結構有名なんですよね、あのモンドセレクション金賞も取ってますけど、プリン風味リングケーキ、はい、リングケーキ、これも、そしてもう一つ部屋に置いてあった羊羹、はい、和風のね、はい、そしてこういうスナック類があって、はい、部屋が冷蔵庫あの今回空っぽだったじゃないですか、うんうん、だからあのこの売店とかでね、あのビールだったりとかソフトドリンクを買っていただいて、うん、部屋の冷蔵庫に、入れてね、冷やして飲んでいただくっていうこともできます。あ、これ朝食でいただいたジャムじゃない？ああ、これがあれですね、あの森の風さんのフルーツパークさんで作ってる自家製ジャム。そう、はい、冷凍いちごだ。はい、これもやっぱりフルーツパークさんで作ってるいちごを冷凍して売ってるそうです。で、この中にじゃじゃん、すごい、なかなかね、遠方から来た人でこれ持ち帰るっていうのは難しいかもしれないですけど、あの栃木のいちごね、美味しいからぜひね、あの買ってていただきたいなというふうに思ってます。これ、ホテルさんのギフトセットですね。ほら、カレーのセットになってて、宇都宮の東日本産で食べられるビーフカレーでしょ、で、このナスで食べられる森の風さんのチキンカレーでしょ、あと富山県立山のブラックポークカレーで、大宿温泉のキノコとひよこ豆のカレー、その4種類がセットになってる。ギフトセットですね、うんうんうん、これが3000円って結構お買い得じゃないですか、ね、いろんな味がね、はいはいはい、これもあるんじゃないですか、うん、ね、
お土産にいいね。じゃあ、商品を選んできたので、答え合わせの方ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、でちょっとルールの説明をさせていただくと、これから5位から1位までを当てていきたいと思うんですけど、順位と商品が当たったらワンヒット、うん、で、順位は外れ、まあ、どっちかが外れたらワンボールということでやっていきたいと思います。はい、はい、僕たちが選んだ第5位、じゃじゃん、御用邸の森タルトクッキー。はい、どうでしょうかね。第5位ですよね。はい、はい、すいません、第5位はですね、こちらもジャーキー2種になります。見てたんですこれ、やっぱりね。あ、そうですか。そう、ジビエジャーキーってね、はいはいはい、そうそうそう、やっぱりナスだからジャーキーとかは多分あるんじゃないかっていうふうには思ってたんですけど、言っていながらお菓子を選んじゃった。はいはいはい、やっぱナスですね、うん、そうかですね、そうですね、はい、まあ、あとはお土産もそうですけれども、うん、夜お部屋で、まあ、おつまみとしてお召し上がりいただく方も多い。なるほど、はい、じゃあ私たちが選んだ第4位、お部屋にあった山塩羊羹。はい、こちらがですね、すいません、ちょっと順位は違いますが、こちらがうちの売り上げですとナンバー2になります。なるほど、やっぱりね、もっと上だった、うん、やっぱりね、なるほどね、お部屋でお味見してるからやっぱりね、はい、そうですね、はいはい、お部屋めちゃかして、はい、第3位、じゃじゃん、僕はね、これだと思うんですけど、佐藤君一押しで、はい、御用邸欄のこれ結構ね、やっぱりあの、はい、モンドセレクションにも受賞してるし、この辺なんかどうかなと思ったんですけど、はい、いかがでしょうか。こちらもですね、確かにあの売れ行きは、まあ、あのいい商品ではありますが、すいません、第3位は先ほどのジャーキーと、まあ、同じような流れになりますが、こちらのポテトチップ。はいはいはい、ね、これ美味しいですね、確かに、和牛ポテトチップ、はい、確かにこれ僕もね、食べたことあります、確かに、うん、あのこれ美味しいです、すごく、はい、おすすめです。確かにね、お部屋でも食べたいし、はい、お土産としても栃木和牛なんて入ってたらね、あ、うん、本当ですよね、そうです。第2位、はい、フルスパークさん、いちごジャム、いかがですか。そうですね、こちらも、まあ、あの商品化してまだ少し間もないといいますか、確かにこの夏休み期間中は非常にあの売れ行きはいいんですけれども、実際、まあ、あのオープンしてからのトータルで考えますと、あ、そっか、第2位は先ほどの山塩羊羹になります。そうか、はい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 、そうか、そうか、そうか、うん、すみませんね、僕がいつもね、あのこの間の日光の時もそうでしたけど、やっぱりジャムを押してるんですけど、やっぱりジャム外れました外れちゃいましたね。そっか、まだね、そう、はいはいはい、入ったばかりということで、続いて1位いってみましょう。もお部屋に入ってました、ナスでベイク。これ食べたことありますけど、これね、本当美味しいんですよ。ウエハースですね、はい、美味しかった、はい、そうですね、はい、こちらの1位は正解です。当たり、やった、1位が当たった。いや、本当嬉しい、本当嬉しい。やっぱりお味見してるから、美味しいの分かってくれて、皆さん ね、はいはいはい、いや、よかった、当たりました。いや、本当、まあ、1位がね、当たっただけでって、この間も同じこと言ってましたけど、はい、1位が当たっただけで本当に良かったです。はい、はい、ということで、お土産売れ筋ランキングトップ5、はい、結果はワンヒットワンボールということで、終わりました、まあ、なかなかいい成績だったかな。あ、ですね。でジャーキーとかがやっぱりランクインしてくるのは、本当にやっぱナスっていう土地柄っていうのもね、やっぱあるのかなっていうような結果になったかなと思いますね。はい、では、売れ筋ランキングトップ5でした。ホテル森の風那須さんでした、すごいいい旅館でしたね。はい、綺麗なホテルでした。はい、はい。
ではご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。